はい、こんにちは。始まりました、パイロットになろう、2020年、今日は第2回目になるんですかね。実は収録で今日もお届けしております。この番組は、FM の議論は毎週木曜、午前11時、毎週火曜、午後7時で、FM 宮古にてお届けしております。番組のタイトル、にあるようなパイロットになるにはどうしたらいいんだろうと、そういうような情報をお届けできればと思っております。今日もゲストをお呼びしております。後で自己紹介してもらいますけども、楽しみにしておいてください。非常に面白い話がたくさん聞けると思います。それでは、これから1時間よろしくお願いします。はい、それでは、今年第2回目の、パイロットになるんですけども、今日、先ほどお話したようにゲストをお呼びしております。私の古くからの友人ですね。もう20何年になるかな、ご紹介したいと思います。ニックさんです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。緊張してますよね。とっても緊張してます。緊張してますよね。わかります。自分も最初めちゃめちゃ緊張してます。ちょっと ATC と話した緊張感がありますよね。ATC、 さらにもうすでに日本の航空用が出てきましたね。そうですね。じゃあニックさん、ニックにしようね。はい、はい、ニックにお願いしたいんだけど、はい、じゃあまず自己紹介、お名前と出身地、はい、ここからまずお聞きしましょうか。名前はニックと申しますけども、はい、生まれ育ちは一応沖縄県で、はい、10歳はハーフなんです。ですよね。はい、見た目もハーフ。そうです。父親はドイツから分かったで、お母さんは日本人なんですけども、はい、でまあ、昔4歳からちょっと飛行機を興味持って、はい、ちょっとパイロットになりたいなと思ったんですけども、うん、はい、そうそう、沖縄出身。そうですね。で、はい、ね、20何年前だったっけ、自分たちだったの。そうです、海外基地でしやったんですか。そう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 、はい、でその時、タマさんが、エアロクラブで働いたんですか。そう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 、はい、普通は自分はただの事務員だったんですけども、そう、ね、ラジオを聴きの皆さんにちょっと説明したいんですけども、この番組でお話した通り、自分は、嘉手納基地でもう20何年前に働いてましたと。日本人の従業員として嘉手納のエアロクラブフライトトレーニングセンターでインストラクターとして働いてましたと。でその時に同じ嘉手納基地で働いていたニックなんですよね。日本人従業員として働いてた。そうですね、はい、まあ、MLC というか、ね、MLC だよね。あ、はい、そう、まあ、日本人従業員として基地の中で働いてた。あ、はい、ね、結構時間経つの早いですね。早いね、はい、でその時にね、今でも覚えてるのはね、はい、やっぱり飛行機、さっき言って4歳から乗りたいって言ってたからさ。そうですね。その4歳から乗りたい気持ちがある中、はい、うちの同じ事務所でさ、はい、飛行機飛んでたわけじゃん、うちらが。そうですね。羨ましそうに見てたもんね。まあ必ずジェット機でもプロペラ機の音を聞くとやっぱり空を見てしまうんで。だよね。まあ飛びたい、どうしても飛びたいっていうか気持ちは、ね、まあ、強いですね。それね、ずっとやっぱり前から聞いてたのよ、はい、この20、本当にもう20何年前に事務所でやって、はい、でうちに遊び来て、はい、飛行機乗りたいんだけどって言って、はい、残念ながらさ、嘉手納の基地の中の飛行学校って、うん、仮にね、ハーフとはいえアメリカ国籍持ってるとはいえ、うん、日本人従業員なんで乗れなかったじゃないですか、うん、そうですね。もうそれはすごく心苦しかったことがあったんだけど、ね、でもそれでもね、めげずにね、はい、通ってね、はい、うちで多分グランドスクールを受けたんだよね。そうですね。バービーがいる時、ボビーさんがいた時に、ね、あ、懐かしいですね。グランドスクールを受けて、はい、で授業を受けて、でそれでストップ、ストップだね。飛行機乗れなかったもんね。悔しかったですね。もう皆さんこうやって日本語喋ってます。普段はね、ずっと英語でね。そうですね。おそらくニックからしたら英語の方が楽なのかなと思うんだけど。そうですね。でも今日は視聴者のためにできるだけ日本語喋ってください。わかりました。頑張ります。はい。はい、で、その20何年前に、座学グランドスクールを受けて、はい、パイロットになりたい。でも座学しか受けられない。はい、でも、そんな中でも仕事の山を見計らってね、お互い話をして、そうですね、パイロットになりたいんだよ、どうしたらできるかなっていう話をずっとしていたのがもう20何年前。そうです。はい。実はそれからお互いあまりね、会わなくなってというか、お互い仕事が忙しくなってというか、そうですね、で自分も仕事を辞めることになって、はい、でしばらく会ってなかったのが、はい、実は去年。去年です。はい。去年突然来たんだよね。はい。うちの事務所に。またこれをまた面白い話なんですよ。何だったっけ。まずはタマさんが、まあ、仕事辞めたって話を聞いた覚えがあったんですけども、うんうん、どこにいるか全然分からなかったんですよね。あ、そうかそうかそうか。で、パイロットのために、うん、なんていうんですか、クラス1メディカルの検査あるじゃないですか、うんうん、で、日本国内ではこの検査できる場所、沖縄県ではないんだけども、うん、一応わざわざ羽田空港行って、あ、あったね、菊池先生やったんだ。あったんですよ、うん、で、これ待ってるところでパンフレットあったんですよね。
あ、キクセンスのとこで。そうです。でもパンフレットあって、それでFSOとあって、うん、でマスカット思ったんですけど、でそのパンフレット見ながら、うん、タムソンの顔があったんですよ。で、ああやっとここいたんだってで、そこで住所と連絡先全部あって、あ、やっと見つかりましたと。そうだったんだ、はいはい。前は、沖縄の国際道路を事務所だったんですけど、そう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 、そこ移動したのは分からなくて、どこ行ったのか全然分からなかったんですよ。で、菊池先生の羽田空港の、まあ、地質で、パンフレットで、あるあるある、ありました。はい、あ、これでやっと、それまた菊池先生聞いて、これはちょっともらっていいですか、うん、あ、いいですよ。で、今はあそこですよね。チャタンのジャスコの向かいのスターバックスの2階だった。そう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 、メディアセッション2階になるんだよね。ちょっと偶然話が多いんですよね。本当だよね。いや、今日のね、偶然の話はてんこ盛りなんだけど、じゃあ最初の偶然がそこだったんだ。そうです、はい、結局日本に帰ってきて、はい、身体検査を受けるために羽田に行って、はい、パンフレットを取ったら、そこにうちのパンフレットが置いてあったと。はい、あ、そこが偶然の始まりですね。はい、で、自分が、まあ、その事務所に行った日に、うん、まあ、残念だけども、タモさんがいなかったんだけど、そちらの、まあ、スタッフの方がいて、うん、で、話聞くと、まあ、タモさん今日はいないんですよ、まあ申し訳ないんですって分かりました。で、その時雑誌渡したんだよ、覚えてます？覚えてる。で、そのまま自分はアメリカに行ってその訓練を始める時期だったんですよ。そうだね、はい。で、その時どういうことがあったかって言ったらね、はい、事務所に戻ってきました。はい、で、うちのスタッフが、はい、田村さん、ニックさんっていう方が、はい、航空雑誌こんだけプレゼントしてくれたんですって言われて、はい、で、自分ニックって友達は、はい、ニック以外にもいるのよ、もう一人。あ、本当。え、どのニックだろうと思って、うん、で、この持ってきたっていうから、いや、このニックもあれば、あのニックもあれば、うん、え、俺が知らないニックもいるかもしれないし、で、ちなみに連絡先はもらってますよ、嘘だろうと思って、それからずっとさ、はい、え、どのニックだろうって悶々としてた、で、それからどのぐらい経ってもう一回来たの？約1年くらいか。実は1年ですね。だよね、はい。で、うちに来て、はい、そして会って、もうそれって本当、もう十何年ぶりぐらいだよね。そうですね。その時もすぐ LINE の、そうそう、LINE の交換、やっと LINE の交換ができて、そうですね、お話することができて、はい、で、それがちょうど去年の夏、夏ですね、早いね、7月頃かな。そうそうそう、あ、もうその時にさ、もうお互い懐かしい話で盛り上がったじゃない、ね、カテナで一緒にね、はい、飛行機の話した時とか、はい、グランドスクールを受けた時の話とか、そうですね、っていう中から、え、ところでニック今何してるのって話だったんだよ、俺、はい、そしたら、え、何、もうカテナは辞めて、日本人授業辞めて、はい、アメリカに住んでるんだ、はい、で、ちなみにその前にフィニックス、アリゾナ州のフィニックスの ATP っていう学校を申し込んで受かりました、うん、そこでスタートしますよっていう話だよね、はい、で、俺ほんと最初耳疑ってさ、え、はい、ちょっと待って、もちろんニックはほらアメリカ国籍持ってるから、はい、アメリカで訓練受けることできるんだけど、はい、え、ちなみにその時いくつだったっけって話で、その時47だよね、はい、でお互いやっぱり47でじゃあパイロットの訓練してどうなるんだろうっていうのを思ってた時に、はい、ニックが聞いたのは、はい、アメリカのその、はい、オール ATP に行って話を聞いたら、はい、いや、全然大丈夫だよみたいな、全然大丈夫、はい、というか今ちょっとまあ問題になってるんだけども、今世界でそのパイロットがまあ足りない少ないっていう状態になってるから、うん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 、今までの年齢制限はだいたいまあ20代だったんですけども、うんうん、今は制限なしんだけども、だから60代の方でも参加者がいるんですよ、はい、それをちょっとびっくりしました。でアメリカ行って、はい、自分もびっくりだよね。そうですね。でもな、そのやるって決めた、だってあれから20年以上経ってるわけじゃん、はい、そうですね、自分感動したもんね。いや、そうですか。20年前にやりたいって言ってるニックが、はい、今実は話聞いたらもう自分はパイロットの訓練するんだ、決めたんだ、そうですよね、アリゾナの飛行学校に入ったんだって聞いて、はい、もう感動してさ、すっげーと思って、はい、そうです、ありがとうございます。それが去年、はい、申し込みしたのが、まあ、6月7月申し込んで、うん、で初ファイトが10月の21日で、初ファイトの前は体験ファイトが6月だったんですよ。その体験ファイト中にちょっと、まあ、うん、まあ体験中にそのインストラクターと一緒に飛びながら、うん、自分がそういうスキルあるかどうかの確認のファイトなんですけども、うん、それも合格して、うん、でスケジュール立てると、まあ、10月21日が初ファイトだったんですよ。おー、あ、ちなみにそのなんだ、その技術があるかどうかっていう確認フライトって、はい、どんなことしたの？そうですね、まず初めは、まあ、ただの体験ファイトの旅と思ったんだけども、まあ、インストラクターと一緒に座って、うん、全然、まあ、インストラクターが全部エンジンを
つけました、うん、でこのグラスコピックと全部あの電源入れると全部つきました、うん、おおすごいと思ったんだけど、うん、ですぐインストラクターの方がじゃあタクシーしましょうってはぁと思ってどこ行くんですか、まあ、こっちは案内するからまああんたはタクシーしてくださいあできましたお願いします、うん、が左右まっすぐ、まあ、車みたいな状態になって、うん、で離陸が一応もちろんインストラクターやったんだけど、うん、でちょうど航空、まあ、1500フィートを着いた時に自分一応コントロールで100発でこっちになったんですよ、うん、もう笑いながら泣きながらすごいな気持ちあったけどでも最高の気持ちですよでも念願かなって掃除機握ったわけじゃんあそうですねはい、まあ、なんていうのかなもう、まあ、今届いたったんですけどもやっと自分がやりたいことができたのであ、まあ、まあ簡単に言う自分の羽を広げたって感じ、まあ、笑うと思うんだけど感動しましたねだよね、はい、もう20何年間ずっと夢見続けてさ、はい、そうですねやっと掃除機握ってはい、はいで一番びっくりしたのはちょうど、まあ、メーサーゲートウェイという空港に離陸したときに、うん左で2500フィート上がった瞬間に、うんまあ、ガーメン GPS のコピーの方が、まあ、センサーになって、うん、だから注意注意ってみたいなのが出てきたんだけど、うん、ちょうど500フィートの上の方にサウスウェスト航空のボーイング737が上に通ったんですよあそれこっちもそうこっちもすごいびっくりしたんだけどもでも先生が、まあ、全然大丈夫、うん、まだこれが遠い方ですよって言われたんですよ あそうなんですかでそこから訓練場を飛んで行ったんだけど4500フィート5000フィートぐらいだな、そこから1時間半ぐらいずっといろいろところ回ってきたんだけどそれが最初の飛行でそうですねで先生がちゃんとチェックして、はい、でその時はちょっとあの自分が能力あるかどうかの確認も分からなかったし、うん、面接みたいな立場になったのも分からなかったんだけど、うんうんうん、ちょうど着陸した時にエンジン全部消して先生がじゃあ合格しましたって初めて知ったんですよ、うん、そういうことあるんだ ATB 学校ってはい、ただのアスリートもあったんだけどそうでもないじゃあどうなるんですかって言うまあ落ちる人もいるかもしれないし、うん、こっちの方合格したから、まあ、何日後にこの航空学校からレターみたいなのがあっておめでとうございますじゃああなたはこれから申し込みすれば、まあ、ここの学校入れますようになりましたそうだそうだそれそれ、はいあのね、ちょっとそれをあのもう一回確認したいんだけど、はい、自分の記憶では、はい日空アメリカに行きました、はい、で学校に自分今47歳なんだけど、はい、もう今から遅くないって聞いたら学校は全然遅くないよって言って、はいはい、で学校が、提携してる航空会社っていうのかな、はい、メサエライン、あ、メサ、はい、メサエラインかな、はい、に、行って確認を取ったらそのエアラインの方から、はい、じゃあ提携してる飛行学校 ATP、はい、に行って そうですね、そのフライトエバリエーションそうですねあのいわゆる適性があるかどうか見てきなさいと、はい、言われて、はい、飛んだわけよねそうですねはいで教官が1時間半一緒に飛んで、はい、肉はね、はい、こう言われるがまま飛んで掃除機引っ張ってタクシングしてそういうのでそれで教官が合格で出してそうです、ねはい、つまりそこの合格イコールメサエアラインからしたらあもう適性はあるからあとはじゃあ、免許を取って飛行時間をつければ、はいメサに入れるよっていう話なんでしょそうですねはいまたこれびっくりしたのは どうやっても情報を習ったかどうか分からんけども、うん、すごい パイロットが少なくなってるからその学校がその情報を流してたらしいんですよあで自分の方が一応メーサー航空とスカイウェイズ航空がメーサーとEメール来たんだけどもで訓練中に100時間ごとになんか情報が来るらしいんですよどうなってるかってえそれは航空会社に連絡をするってこといや逆に来るんですよ例えば名作航空会社から、はい、だから多分学校の方がはいじゃあニクさんの方が100時間がありましたのでで名作航空があの興味を持つためにメールは来るんですよあはいということはよ、はい、各航空会社が、はい、いわゆる日本語で言うと青お互いなんだけども、はい、訓練してる生徒を見てるんだそうですどこの学校に誰が訓練してる、はい、早めにリクルートしてるらしいんですよもう早めに手を打っちゃうわけね、はい、で例えばそのアリゾナの、はい、そのオール ATP のニックも当然その中に入ってて、はい、で会社からしたら、はい、あニックはもう入学したらしいぞと、はい、で100時間経ったらしいぞとかそうですそういうの情報あって、はい、もうそろそろ何時間になったらじゃあうち来ないかみたいなそうですね航空会社の方からリクルートしてるってこと逆に来れませんちょっと結構すごいことになってますすごいねだからそれあのパイロット少ないからそういう事実になってると思いますよねいい時代だな30年前は行ったところでお前何者だって言われる時代今航空会社が飛行学校の訓練生につばつけてんだよそうですねすごい時代だねまたこれはまたその月によって、まあ、メーサー航空はフィニックスベースなんだけどもスカイウェイズ航空もあるし、うんうんうん
エンボイもあるし、デロットもあるし、いろんな航空会社もだいたい月1回、2回ぐらい飛行機をわざわざゲートウェイ、メーサーゲートウェイの学校まで持ってくるんですよ。飛行機ってから。そうです、ただ CRJ200 とか。旅客機持ってくるわけ。そうですね。持ってくる、何するの。もう見学するんです。見学。うちに来いよみたいな。そう、来いよって。またそのパイロットが来る方はもともと ATP の卒業してる方なんですよね。はい、ファーストオフィサー。ただ飛行機だったらまあ CRJ200、700、900、EMB170、70秒と190をわざわざ持ってくるんですよ。持ってきて、はい、学校に。で、その生徒たちはちょっと生徒の中に空きあれば、そう言ってパイロットたちで話したりとか。で、やっぱり飛行会社をやっぱり来てほしいんじゃないですか。うん、はい、名刺交換して、うん、じゃあずっと、メイサーどうですかとか、スカイウエストどうですかとか。もうやっぱりこういう機会見るとやっぱりもうやりたいんじゃないですか。いい時代だな、はい、いい時代だな、本当にすごいですよ、うん、すごいね、はい、だからそうやって来たパイロット、あ、じゃあ飛行機を持ってきたパイロットがいるじゃない、はい、でそこはもしかしたら ATP の卒業生で、はい、あ、じゃあみんなも頑張れよって言って自分の名刺あげて、はい、それをみんな生徒を持って、はい、連絡をコミュニケーションの他のコネクションを使って、そうですね、ね、まあ、簡単に言えばちょっと軽い面接みたいな感じなんですよ。あ、はい、なるほど、はい、やっぱりあのパイロット、PIC、キャプテンと FO、コーパルと言うんだけども、やっぱり話なんで、ちょメモ取るらしいんですよ。何人がちょっとこっちを見て分からないけど、何かやってるみたいですよね。あ、まず、名前何ですかって、あ、ニックと申します。今、航空時間何時間あるんですか、目的何とか、航空会社何好きなのとか、ちょっとしつこく聞くんですよ。それをちょっとメモしてるんだ。してるらしいんですよ。一応何も見せないんだけど。あ、はい、あ、でもやるだろうね。はい、で、最後の方に一応名刺をくれるんだけど、どうしても僕の方、名前を連絡ください。もし質問あれば、あなたに、まあ、助けてあげたり、いろいろ質問答えてあげたりとか。何て言うんですか、まあ、先輩という形になってしまうんですよ。はい、そんなネットワーキング羨ましいな。じゃあそういうのいっぱい見てきたんだ。そうですね。今、スカイウェイ航空が1回、メーサー航空1回、エンボイは1回、コンパスが1回。大体西海岸の航空会社を狙ってますね、今は。結構すごい。時期になってますね。すごい。いい時代だ。あのパイロット希望者にとってはいい時代だけど、逆に言えばさ、はい、そんだけ航空会社がパイロット足らないんだよね。そうですね。彼ら困ってるんだよね。かなり困ってます。なぜなら大体もう何年前だったか、10年前から65歳っていう、あの制限になったんじゃないですか、うんうん、でそれで5年前から大きい会社、ユナイテッド航空、アメリカ航空、デルタ航空、うん、大きい会社たちがこの5年間の間は何人だったかな、ちょっと覚えてないけど、2000か3000人の先輩たちのパイロットが定年しないといけないので、うん、このジュニアたちを持ち上げないといけないんですよ、うんうん、だからその流れあるから、うん、航空学校が間に合わせるために、うん、僕みたいな人間たちが20代、30代、50代の方はちょっと興味ある人を参加してほしいらしいんですよ。なぜなら、まあ、航空会社もプラスになるし、でリージョナルジェットの方もプラスないし、でこのリージョナルの方もみんなすぐ上に上がっていくんじゃないですか、うん、この今までの5年10年かかる時期がもうだいたいメジャーまで行くのも3、4年ぐらいだった。3、4年でメジャー行けるの？そうです。時代変わったな。昔は10年とか10年ですね、はい、うんうん、だいたい3、4年早い人もっと早いですよ。また ATV の方が、まあ、CFI インストラクターたちをだいたいもう1年半やる人もいるんだけど、だいたい3年の CFI が少ないんだけども、3年 CFI は航空時間を貯めて、3000時間を貯めて直接メジャー行く人が何人かいるんですよ。僕の学校はいない。航空は直接セスナーから、ボーイの767737でも直接行くから何人かいるんですよ。へえ、はい、4人ぐらいだったはず。へえ、はい、だ、飛行時間持ってるから、3000時間持ってるから、はい、そしたらじゃあリジョナルをスキップしていきなりメジャー行っちゃうんだ。そうです。うわ、時代が変わった。そうですね。想像を絶するな、昔と違うな、うん、だって昔ね、はい、確かエアロクルーでね、話してる時に自分が持ってた情報なんだけど、あの時やっぱりめちゃめちゃアメリカのメジャー行きたかった、正直ね、はい、話だと思うんだよね、はい、うんうん、でもあの時の情報って、例えばユナイテッドとかアメリカンとかのメジャーに行く、はい、まず応募するこの人たちの平均飛行時間がさ、はい、7000時間だったの。うわー、すごい。平均がね、あのアプライス、ファーストオフィサーにアプライスするだけで、だから、でもその7000時間といっても、じゃあ小型機で7000時間だったらいけるかってじゃなくて、はい、その前の例えばリジョナルで何年とか何千時間とか、はいはい、そこを経験した人じゃないと、はい、そもそも応募してなかったのよ、昔は、
またジェットタイムないといけない。もちろんジェットタイムもちろん必要、タービンタイム、ジェットタイム、はい、そのもうそういうのもいろんな必要、はい、でそうやった経験のある人たちが初めて応募するから、あそこで採用されてるパイロットが、そうだね、もう本当に副操縦士で、もう1年目の副操縦士がもう本当に30代なんていないよね、40代とかで、もうベテランで、はい、っていうのが今ガラッと崩れて、うん、若い人が入ってきてるんですよね。そうですね、まあ、例えば自分の、まあ、インストラクター、うん、国外のインストラクターは大体平均年齢は、まあ、20代ですよ。大体、うん、今の先生は23歳、うん、でこっちは48じゃないよわすごい、うん、でこのリージョナルのパイロットがキャプテンが大体平均は、まあ、いろんな話聞いたんだけど大体25、6歳なんですよね。キャプテンが、はい、でそのアップグレードタイムが例えばスカイウェイズ航空は、まあ、1年半押し方2年でファーストコパイロットからキャプテンなのは大体1年半2年なんですよね。結構早いんですよ。でキャプテンになってから、まあ、3、4年頑張ればまたメジャー行く可能性があるんですよね、はいはい、そういう道になってます。じゃあ本当30手前でメジャーに行けちゃうわけですね、はい、そうですね、うん、時代は本当変わったです、はい、いやそんな中でさ、はい、今訓練始めたの47で今48でしょ、はい、で去年の夏に10月か、はい、ファーストフライトで訓練始めて、はい、今訓練進行中。はい、そうですね、はい、今飛行時間何時間ぐらい持ってるの？47.5 ですね。 47.5、 はい、うん、ってことは次回をプライベート次回を勝てたね。プライベートパイロットの勝てた。はい、そうかそうか。でこの、10月から10、11、12、まあ、1っていうか、まあ、3ヶ月ぐらいの訓練期間というのはどうでしたか？大変ですか？いやしんどい時ありますね。だいたいまあ、1週間で天気良かったらもう大体もう毎日飛んでますね。大体2時間だから自分のスケジュールは大体月曜日から土曜日は飛んでます。朝昼たまに夕方飛ぶんだけども、うん、で天気悪くてスケジュールずらす時は日曜日飛ぶ時もあるんだけど も、うん、もう考えたらもう1週間ずっと飛んでますね、うん、長い時はもう3時間半短い時はもう1時間ぐらいかな、うん、結構でも疲れるでしょ。疲れますね、うん、まあ、でたまには1日2回飛ぶときあるんですよ。朝例えば 7時半を、離陸して帰ってきて昼食べて勉強してまた夕方3時半4時待って飛ぶんですよ、うん、結構しんどい。またそれ終わって部屋に戻ってまたそのブークワークの宿題とか、うん、次の日の準備とかやるんだけど、ね、またその上に、その試験、タモさん分かると思うの試験があるんですから、うん、プライベート、インターネット、コマーシャルやるんですよ、うん、またその宿題の上にまた試験の準備もあるんですよね。そうだよね。しんどい。でもやりたいと思えば誰でもできると思うんだけども、でも泣きたい時はですね、分かる分かる、泣くんだけども飛行機の中に乗った手が笑ってしまうんですね。この波がすごいんですよ、ジェットコースでしょ。分かる分かる。飛行機を操縦するのは、まあ、簡単には簡単だけど、このブークワークは結構難しいですよね。読まないといけないんじゃないですか。自分ちょっと読むの苦手なんで、まあ、飛行機の方が好きなんだけど、ブークワークは大変です、ね、でも読むのって全部英語だから全然平気でしょ。まあね。我々外国人からしたら、もう最初のあの英語の教材見た時にうわっと思って。すごいよね。で、またすごいのが、アリゾナはすごい、天気もいいし、で、そのフィニックスの方が航空外国校いっぱいいるんだけども、日本人の生徒たちも多いんですよ、割と。そうだね。日本人と韓国人、中国人。で、グーティエの方が多分、タマさんが聞いたことない、ルフトハンサって、あの全日空のパイロット、生徒たちは何人いるんだけど、よくあのラジオで無線機をよく聞きますよね。これはすごいなって思うんですよね。みんな頑張ってるなって。そうだよね。ってきたらちょっと日本語で声かけたんだけど、あそこはまた勉強中のやっぱこうちょっと禁止なんだけども、あ、発音聞いたらやっぱり日本人だって失礼ですけども、まあ、わかんない。わかるよね。はい、OK、じゃあ一旦休憩屋さんで、はい、そのアメリカの訓練の様子と、はい、で今後、はい、この訓練の計画含めて、はい、ちょっと第2号ね、はい、話盛り上がって、はい、この間実は Facebook にも話でしたね、はい、奇跡の話を、はい、あれを楽しみにしてる実際いっぱいいて、あの話をね、はい、後半ちょっと盛り上がっていきたいと思います、はい、一回じゃあ CM 行きたいと思います。よろしくお願いします。君の心に溶けて手作りのお味噌をシフォン優しく包む菊味噌加工醤油夢工房を味噌屋が作る味噌シフォンケーキ八重瀬の夢工房を。
軽自動車の時代、ゲーガマンドイビンドー、長浜モーター、鈴木の新型ソリオ、ほかゲーガヤッシャイビンドー、長浜モーター、宜野湾中古車街道ど真ん中、黄色い建物が目印、軽自動車のスーパー長浜モーター。あなたの広告、街中で大きく宣伝してみませんか？伊佐交差点近くの大型ビジョンデジタルサイネージなら、交通量の多い国道58号線沿いで PR に最適です。毎月1万円から掲載可能。広告内容も幅広く対応しています。お問い合わせは 934-1111 クレド株式会社まで。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。はい、じゃあ後半戦はですね、今ニックがアメリカで飛んでいる訓練の様子と、はい、まだ次回をなんですけど、このケーキコマーシャルとか CFI 共感とか、はい、最終的にプロになるためのステップみたいな話をしていきたいと思います。はいはい、よろしくお願いします。でもね、ほら、やっぱりあの47歳という年齢じゃない、はい、で自分カナダで飛んでる時は30代40代だったんだけど、はい、いろんな訓練生がいて、10代もいれば、はい、20代30代40代やっぱりそれなりに年齢によって、はい、習得する技術までの時間が違うのね、はい、そうですね、はい、で今まさにそのさ、ニックがさ、はい、48歳にして47歳で訓練を始め、今48歳、はい、やってるわけじゃね、はい、で周りの訓練生っていうのはいろんな人いると思うんだけど、はい、進捗ってさ、やっぱりどうなの、みんなと同じようにできるの？そうですね、やっぱりこのさっき言ったこのちょっと何ですか、面接訓練体験フライト、うん、で仕分けするらしいんですよ。だからこの航空学校いる生徒たちはみんな飛べます。あ、間違いなく。そのあまりできない方はこのレターみたいな、さっき言ったけどもらえないから、この学校に参加できません。そうか、じゃあそもそも最初で振り分けられてスクリーニングかけられてるんです。そうですね、はい、そういう意味で本当大したもんだよ。はい、やっぱりそのレターもらってても泣きたいぐらい嬉しかったんですよ。やっぱり後で見せますけども、やっぱりおめでとうございます、何々やって、これから頑張ってください、何々があって、このレターヘッドもすごい綺麗くて、もう鳥肌立ちますよ。いいね、はい、やっともうちょっとね、夢が叶いますと思って。でもさ、はい、じゃあ実際そのレターもらって、はい、訓練始まりました、はい、現実は俺さっきもね、はい、CM 前に話したんだけど、やっぱり訓練大変じゃない、はい、飛行機乗るのは楽しいよね。そうですね、はい、でも勉強の量って半端じゃないもんね。そうですね、例えば勉強は、まあ、部屋に戻ると勉強はだいたい2時間から5時間勉強するために2時間フライトなんですよ、うんうんうん、だから約倍ぐらいですね、うんうん、5、6時間勉強すると1時間半か2時間のためのフライトのためなんですよ、うんうん、だからはっきり言えば、まあ、飛ぶ時間が短いかな。そうだよね、うん、毎日フライトしてるって言ったじゃん、ほとんど毎日、はい、そうですね、はい、ってことは毎日フライトするために、はい、その前に倍の時間をかけて勉強して、はい、で時々1日2回飛ぶって言ったじゃん。そうですね、はい、もっとそうですね、泣きながら笑いながら泣きながら笑いながら、じゃあ明日コックピット乗るから頑張るぞしか思ってますね。そうだよね、そういう気持ち、やる気ないと続かないね、やっぱり。うん、やっぱりこっちも他の生徒チームを文句言いながら泣きながら笑いながらストレス解消する生徒たち結構いるから、うん、みんなチームを組んでやりながらストレスを解消しながら、うん、あの続けるんですよね、うん、一人ではできません。そうだよね、はい、本当にチームワーク、チームワークだよね、うん、例えばフライト帰ってきて、うん、じゃあインストラクターとディーブリーフしました、うん、今日はちょっと悪かったねって、もう泣きたいと思うんだけど、でも、ね、インストラクターの前では泣けないから、うん、なチームもできて、もうわーもうダメだった、テイクオフダメだった、リリック失敗しました、大丈夫大丈夫だよってよく言ってくれるから、みんな応援してくれるから、今なんとか頑張ることができるんですよ。そうだよね、はい、で自分のチームは一応4人だけども、うん、こっちは一番年上で48、一番若いのが26歳なんですよ、はいはい、でも教官が23歳。そうです。はい、かそうですよね、は、はい、そうだ、やっぱりあのそのやっぱりこの成功するためにやっぱりこの学校何人かいるから、やっぱり興味、まあ、みんな興味は飛行機じゃないですか、うん、だから性格と自分と合う人を見つかればまた助かるんですよね、うんうんうん、例えば自分の場合はあと一人黒人さんがいるんだけども、うん、この方が45歳で、あ、そう、まあ、45歳で元、うん、どっかのコンピューター関係の仕事をしたんだけども、うん、からよく一緒にシミュレーターで勉強する方がいるパートナーがいるんですよ、うんうんうん、はい、やっぱり年齢近いし話も合うし家族の話もよくあるから、うん、結構性格も合うから結構勉強しやすくなるんですよ、だから勉強だけでも楽しい、うんうん、はい、
そうか、はい、じゃあニックの学校ではさ、48歳47歳がそのもう一人のパートナーと、はい、他に40代の方とか、でしたら50代の方とかって50歳の方が一人いたね。これは一応卒業してこれからインストラクター入る訓練が入るんだけども、でも40歳がまあ2割ぐらいかな、 2,3 割あ、まあ、20代がもう8割ぐらいかな。そうだよね。そうですね、はい。でもさ、その一方で40代の人が2割いて、はい、で50歳の人が全部の訓練終わって、この教官課程に入ってるわけでしょ。そうです、インストラクター、はい。で一応このラジオでもみんなに伝えるんだけども、まあ、ニックがいるアメリカ、自分がずっと来て嘉手納基地ってアメリカ式の訓練なんだけど、はい、今言ってるやろうとして自家用訓練、はい、自家用操縦士、そして景気交渉名、はい、でコマーシャル事業用とかマルチっていうふうに、まあ、全部取るじゃない、はい、でそこで一応プロの免許取るんだけど、はい、その次のステップの教官っていうのが本当の仕事だよね。そうですね、そこからが始まるんだね、はい、プロの仕事がね。そうですよ。てかアメリカのルールでは航空会社入るために1500時間をないといけないんじゃないですか、うん、だからまたすごいことが、それ1500時間で航空会社入るんじゃなくて、面接受けるんじゃなくて、まあ、各あの業者たちは500時間でさっき言ったけど、この何ですか、面接はあるんですよ。きっかけが飛行時間が500時間になったらもう面接が受けられる。そうです。でそこで、まあ、合格すれば、うん、その航空会社が自分が集まった借金をまあ、払う、助け合い、払うことになるんですよ。例えば自分の場合は一応スカイウェイズ航空の方では、うん、まあ、自分インストラクターになりました、うん、500時間をあります、うん、面接を合格しました、うん、で例えば自分毎月、まあ、例えばまあ10万15万にすると、まあ、1000ドル1500ドルを借金あります、うんうん、その航空会社が自分の飛んでる時間合わせてプラス300、400ドルを出してくれるんですよ。だけど約束は航空会社がお金払ってくれるってこと。そうです、訓練期間中のお金払ってくれる。はい、そのぐらい足りない。そうです、時代変わったな。でこれを1500時間になると、やっぱりこの、まあ、航空会社を入るための約束を結ばないといけないんですよ。あ、まあ、契約みたいな。そうだよね、はい、そうです。じゃあ本当にあお互いだね。もう本当に訓練生の時代からつばつけといて、今何時間になった、今プロになった、今教官になった、はい、じゃあ教官になった後のそのいろんな手当とかお金とかそうですね、払って、はい、その彼絶対うち来いよって、そうですね、他に逃げんなよって契約をさせるんだ。はい、でまたその上に、まあ、この、まあ、航空会社入りました、コーパイロになりました、またその上に入った人ためのなんかボーナスもあるんですよ。で各業者は、ウィスコンシン航空会社がスタートのボーナスが一応400万なんですよ、まあ、ドルにすると4万ドル、まあ、ちょっと待って、ちょっと待って、はい、訓練生の時代からお金ももらって、はい、つばつけられて、はい、絶対打ち来いよって言って、はい、でそれで本当に来たらさらに400万とかボーナスもらえるってこと。そうですね。はい、でまたこの各航空会社によると、うん、まあ、少ないと多い会社あるんだけども、うん、もう本当にパイロットが好きに道を選ぶことができるみたいですよ。で自分は、うん、まあ、このボーナスすごいな、いいなと思うんだけど、うん、でも自分スカイウェイズ航空好きなんで、うん、スカイウェイズ航空を狙ってるんですよ。でもただスカイウェイズ航空の方がこれ大きいボーナスがないんですよ、うん、ないんだけども、うん、あのなんていうんですか、タモさん、あのたあと株ストックをもらえるんですよ。へ、会社の株をもらえる。はい、はい、いろんなことやるな。ありました、はい、だからボーナス前もってボーナスはないんだけども、株を、何割をもらうことができるんで、でこの年間 3,4 回が、まあまあ、ちっちゃいボーナスなんだけどそれも入ってくるんですね、うん、はい。へ、でまたスカイウェイズ航空はユナイテッド航空を、うん、まあ、なんていうんですか英語で、パートウェイっていうのがあるんだけども、道があるんですよ、うん、でほとんどスカイウェイズ航空たちがキャプテンになりました。で例えば、まあ、5000、6000時間ありました。直接ユナイテッド航空入る人は何人かいるんですよ、うん、だいたいスカイウェイズ航空の方が多いみたいですよね。あ、はい、はいはいはい、パスウェイね。そうですね、あの昔はほらリジョナルで経験積んだから、はい、じゃあ履歴書出して面接とかってだったんだけど、今はもうそこで何年か飛んで何千時間が記録作ったら、はい、もう直接もうユナイテッドに行くと、はい、はあ、ため息しか出てこないなんていう時代になったんだ、素晴らしい時代になったね、まあ、そのぐらい足りないと。そうです、すごいな。でさあ、じゃあニックさんの話戻るけどさ、はい、今自家用やってると、はい、で今の調子でいくと、はい、自家用終わって景気終わって授業になるわけじゃない、はい、でその学校の訓練スケジュール的にはさ、いつぐらいに次回を取れるの、はい、この学校は9ヶ月のスケジュールなので、うん、卒業は多分、まあ、
天気が良ければ7月8月卒業ですね、うん、もう今年の7月8月にはもう卒業、はい、卒業ってことはもう教官としてどっかで働いてもいいですよと。そうですね。でまたこの ATP という学校は、うん、やっぱり ATP の生徒たちは、まあまあ、世界一っていうんだけども、うん、これまたあと一つ約束が、うん、ギャランティーがあるんですよね、うん、だからこっちを卒業する方は仕事をありますっていう形で、うん、はい、なぜならやっぱり自分が卒業した時期にあるインストラクターたちが航空会社入っていくんじゃないですか、うん、やっぱりもっとインストラクター必要あるから、うん、この生徒たちが卒業したメンバーがこのステップアップするんですよ。でだから生徒、インストラクター、インストラクターが航空会社入りました、こっちの生徒たちがインストラクターになりました、またこっちがこうなってしまうんじゃないですか、はい、そういうシステムになってみたいんですよ。そうだよね、うん、だからただ自分の42時間が普通の学校行けば、うん、まあ、タモさん分かると思うんだけど半年1年ぐらいかかるんじゃないですか。そうだね、結構長い時間かかるんだけども、でも ATP の方がこういう、まあまあ、パイロットのためをこの、スタートから最後まで9ヶ月ぐらいを絞ってるんですよ、うん、だから収入の縁だけども、うん、でもやる気あれば誰でもできると思います。でも正直きついよね。きついです。全く何もない状態からその9ヶ月で全部終わらせるわけでしょ、はい、そうですね。当然辞めていく人もいるよね。何割は言いますね。やっぱりプレッシャーあまりありすぎて、うん、ストレスが多分溜まってすぎて、うん、が技術は分からないから、やっぱりコツあるんですかパイロットって、うんうん、技術を捕まえるのか分からないけど、もちろん何人かはもう急にいなくなる方はいるんだけども、うん、これはまあしょうがないんじゃないですか、うん、はい、あとほらこの間ニックの話聞いたらさ、はい、あのみんなすごくやっぱり大変ですよ、自分ラッキーだったんだよなって、どうしたのって聞いたら、いやもう学科試験の準備全部やってたからさ。あ、そうですよね、はい、で何聞いたら学科試験っていっぱいあるんじゃない。そうですね、プライベート、はい、インストルメント、コマーシャルといろいろあるんだけど、はい、どの科目やってて、はい、何を終わらしてから訓練入ったの。まあ何ですか、最初は、まあ、プライベートかなんですが、うん、プライベートでしょ、でインストラメント、うん、でコマーシャル、うん、でフライ FII だったんですか、でフライインストラクター、インストラメントなんですが、うん、この4つの科目を終わらせたんですよ。で最後の残ったのが FOI、うん、フライト何だった、フライファンダメンタルインストラクター、ね、そうで最後の方が FIA だったから、うん、それを2つを残す、あ、まあ、終わらせばいいんですよ。じゃあその最初の一番、まあ、ハードルが高いプライベートインストラメント、はい、コマーシャル、まあ、インストラメント、はい、インストラクターっていうのは、はい、勉強してたの自分で。またこの面白いんですよ、あの勉強というかアメリカの方がやっぱりこの合格するための、まあ、プレップコースがあるんだけども、うん、一切勉強してないんですよ、うん、この試験を取るための勉強したんですよ。例えばこういう質問あれば答えこれですよとか、あ、はいはいはい、これ書く試験がだいたい頑張れば1週間2週間ぐらいかかるんだけども、このクエスチョン質問問題量がすごいですよ。例えば、プライベートの方が、650がありますね、うんうんうん、でコマーシャルの方が、あ、ごめんなさい、コマーシャルインストラメントの方が、1500なんですよ。だから朝から晩まで10時間をこのクエスチョンを勉強しながら答えを勉強して、それで試験を受けるんですよ。じゃあニックの場合はそれを自分で勉強して、はい、で学科試験をその4科目全部終わらせて訓練入りましたってなったらさ、じゃあ本当にフライトの訓練だけに集中できるんだよね。そうですね、はい、でもそれをやってない人はフライトの訓練しながら、さっき言った、1,2 時間のフライトのために倍の時間かけて練習する、プラス学科の勉強もしない。そうです、無理じゃん。いや無理じゃん、だからそのきっかけでその何人かが落ちる可能性はそれだと思います。あ、はい、そりゃそうだよね。でよくできるなと思って、いや多分若さがあるからできるなと思うんだけど、この年のおじさんは絶対無理だろうなと。いや前もって準備してよかったなと思うんですよね。はい、でも若い人でもやっぱりそれでついていけなくてさ、辞める人いるんでしょ。います、間違いない。だよね、はい、それは期間のプレッシャーで、はい、明日これやらなくちゃいけない、あ、そう言ったじゃん、はい、インストラクターは明日これやるんだよって言ったらやってこなくちゃいけないんだよね、はい、そうですね。準備してこなかったらどうなの。罰金されます。だいたい7,000円。はい、なぜならやっぱりこのインストラクターはだいたい生徒がだいたい多い時は6人、少ない時は4人なんだけど、やっぱり各生徒が前もって準備しないとやっぱりそのインストラクターの時間もったいないんじゃないですか、うん、2時間飛んで準備はしてない、訓練はできない、どうなってゼロじゃないですか、うん、だから前もって勉強して準備して飛んでる間は、うん、訓練を受けました、戻ってきてディブリーフィングが出ました、それ勉強じゃないですか、うんうん、勉強なしで飛ぶっていうことはありえないんですか、何もできない、うんうんうん、何のために来たのって感じ、はい、うんうん、だからそれを見ながら勉強しながら飛びながら、うんうん、泣きながらをパイロットなんじゃないですか、みんな、はい、ただどうしても前もって勉強しないといけない。そうだよね、
まあ、この学校の中ではよく言うんだけど、言葉さんだけど、飛行機の前に飛ばないといけないっていうあるんですよ。はいはい、Fly in front of the airplane。 Yes, yes, yes. じゃないといけない。そうしたら間に合わない。飛行機の前に自分はいないといけない。飛行機の後についていくのも遅いから何か起こるんじゃないですか。はい、そうだよね、はい、いやあのね、今話聞いててね、自分が免許取った本当に30年前っていうのは、はい、そんな環境じゃないから、はい、飛行機の値段も今と比べたら本当に3分の1だったし、はい、準備をしないで飛行機飛ぶのが普通だったのよ。あ、そうですか。安い時、安かったんだ。あ、そうっす。まあ、それでも無駄だけどね、はい、でもそれでもそれが普通だったの。普通っていうかそういう人がいたのね。はい、でもさ、あの、自分がそれで免許を取りました、はい、で日本の訓練に入りました、はい、やっぱ日本めちゃめちゃ高いから、当時でもアメリカの5倍ぐらいのお金だったのかな。だからやっぱり準備しないともったいないっていう意識が出たわけ。ああ、でそれで自分は日本の免許を取ったわけ。でカデナで働き始めたらまだ安いのよ、カデナ当時。お、今アメリカって17にいくらぐらい、150、180、200ドルとかそのぐらいかな。いや、 ATP の方が400です。400ドル。はい、あの各そのまあ FPO なんだけども、まあ田野さん言ったように一応はまあ120、150ドルあるんだけど、 ATP の方が多分井戸の保険も入ってるし、ハンガー代もあるし、燃料代もついてるし、飛行機も新品じゃん、あれ。そうですね、大体もう半分以上そのコピーの、あのガーメンのグラスコピーの G1000 番ですよね。分かる方もね、全部コンピューター技術なんですよ。そう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 、かなりすごいことですね。はい、じゃあその金額今見てたらさ、はい、ちょうどニックと昔話したカデナの時代ってさ、はい、1時間50ドルで乗れたのよ、あの時代って。うそ、うん、時々キャンペーンで1号2がね35ドルとかだったの。わ、うん、でインストラクターがね、当時15ドルとか。うそ、だから1時間ね50ドルだったら乗れた昔って。わ、安い。昔の話よ、今はもちろん上がってるんだな。はい、だからそんな時にさ、はい、あのちょっとしたお金乗れるもんだから、はい、やっぱり訓練室の中には準備しないで食いやつがいるわけ。あ、なるほどね。で俺言ったのね、はい、いや確かにあなたのお金だし、うん、あの安いと思ってるかもしれないけど、はい、訓練もったいないから、はい、ちゃんと勉強してって一応一回ウォーニングを出したわけ。あ、はい、そしたらアメリカ人は OKOK って言って、次回、はい、何もしないで来たわけ。そしたら自分はこの間約束したよねって、うん、これやらないと意味がないから今日はフライトしない、めちゃめちゃ天気いい日なの、うんうん、今日フライトはしない、フライトキャンセルするからキャンセルして、うんうん、その代わりこれから2時間俺とブリーフィングするからって、うん、これはチャージするからね。あ、そうですよね、はい、って言って、いやいや約束したじゃんって言って、うんうん、それからもう2時間チャージしてプロシジャー勉強させてやったから、本人はもう次からさやりますよ大丈夫ですって言って、次回からちゃんと準備してくれるんだったの。なるほど。だからアメリカもやっぱりチャージしてるんでしょ。そうですね、はい。もちろんお金はもったいないけど、本当に自分で身にしみるじゃん。そうですね、勉強しなかったら、はい、無駄になっちゃうじゃん、はい、でその勉強の中で言ってるのも、まあ、本の勉強もあるし、うん、まあ、プロシージャーの勉強もあるけど、本当はまたシミュレーターと一緒に、そのさっき言ったパートナーと一緒に2人座って、うん、まあ、2時間のファイトのために、まあ、2、3時間をシミュレーター前ではプロシージャーを、例えば、まあ、タマさん分かると思うんだけど、うん、この TOLS、うん、Take Off and Landings の、うん、まあ、訓練をやってるんですよ、まあ、コンピューターで、うん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 、で目的は、まあ、コンピューターで勉強して、で本体の飛行機を飛んでパーフェクトの、もうみんな目的なんだけども、うん、まあ、その実際あるんだけどね、はい、それもありますね。もちろん本のシミュレーターもパートナーもで、シミュレーター一番いいのが、例えばもし何か失敗すると、例えばフラップが足りない、パワーが足りない、その時にポーズを押せば、うん、なんだこの本ではこの時にアビームなのと、やっぱりフラップが100、スピードが110の音で、フラップ10どうなんだけど、なんでフラップ言ってないとか、そこで、うん、まあ、検査できるじゃないですか、うん、はい。それもまだいいと思うんですよね。うん、ね、飛んでる間はそれできないんじゃないですか。でちょっとブレーキをかけて飛ばんじゃん、はい、なんであんたは100スピードが足りない、フラップが20度言ってないとかできない。だからシミュレーターもそう、それもいいと思いますね。でもシミュレーター大体もう1時間2時間大体夕方、うん、あんまり人が少ないから自分たちは大体夕方で勉強するんですよ。じゃあもうほぼ毎日シミュレーター触ってる感じ。大体毎日、はい、やり放題。じゃあさ、本当にシミュレーターやって、で前もっての実習をやってるからこそ、はい、今頑張ってさ、この期間で40時間も飛べるわけよね。そうですね、はい、それ他の学校だったら飛べないだろうし、もしかしたらプログレス悪いだろうし、はい、予定は9ヶ月おるつもりが、じゃあ実際もう1年以上2年かかってしまった、ね、はい、結局そんなお金がね、途中でやめてしまうってパターンだよね、はい、きっとね。そうですね、はい、いやいやいや、アメリカ今そういう時代になったんだね。そうですね。じゃあその来年のさ、じゃあ、夏ぐらいに、まあ、プロになりました、はい、でそこから教官業が始まるわけよ。はいね、はい、いよいよ。あ、来年じゃなくて今年じゃないですか。あ、今年、今年、もう年明けだな今年、はい、今年も教官業が始まって、はい、
まあ楽しい怖いいっぱいあるよ。そうですね、緊張ですね。だってさ、はい、全く知らないニックみたいな人がさ、はい、そばに座ってさ、いろんなことやるわけよ、はい、そうで命かけですよね。だから最初はさ、触るなって言いたくなるんだけど、はい、こっちからしたら触らせようでしょ。そうですね、やっぱりだから多分ね1年ぐらいかけてね、はい、修行だね、はい、いろんな人と飛んでさ。そうですね、うん、でも1年ぐらい経ったらもうほら飛行時間溜まってるから。そうですね、もうどっかスカイウェストとか行ってんじゃん。ああ、だからその学校の中では大体、まあ、インストラクターたちは、まあ、噂では最初の150時間が一番怖い時間なんだって。ああ、何もコツも分からないし、どうやってやるかも分からないし、どういうセットかも分からない。最初の150時間をサバイバルがうまくいけば後から楽なんだって。そうかそうかそうか、はい、でも今ほら、今帰ってきたのは、はい、まあ、家族がこっちにいて、はい、正月で帰ってきるでしょ。そうですね、でまた帰って、また日本に帰ってくるの、来年の。来年も、まあ、4月、5月、夏。いつぐらい帰ってくる。あ、そうだ、はい、じゃあ、次回来たらさ、はい、またラジオ来てもらってさ、その時はもう、プロのやりましたの話とかさ、はい、教官として飛んでますの話もしたいよね。うまく聞けばね。で、はい、その時々帰ってくるためで、はい、番組でチェックしたいよね。はい、ああ、いいじゃないですか。コマーシャルになったぜ、プロになったぜ。ビフォーアフター。ビフォーアフター。いいですよ。ね、はい。じゃあ、時々帰ってくるんだよね、もちろんね。そうですね、もちろん。はい、で当然さ、はい、最終的にはジェット機のパイロットになるわけじゃん。そうです、うん、その時にも忘れないで来てよ。あ、分かりました。でさ、はい、こういう話をこの間のうちの事務所でね、はい、話をしてたら、はい、この間サンフランシスコから、サンフランシスコ経由で羽田経由で沖縄に帰ってきた。そうですね、はい、って話をしてた、はい、その話がねもう超びっくりしたのよ。でそもそもアリゾナに住んでて。そうですね、はい、でサンフランシスコ経由で帰ってきた。はい、はい、そうです。でその時に、普段はワインをね、そう2杯ぐらい、まあ、2杯ですね普通はね、はい、でもその時に限ってさ、はい、ワイン何杯飲んだのよ。4杯ぐらいかな。5杯。もうすごい気持ちよくて、もう日本も帰るし、うん、パイロットの勉強もうまくもいってるし、うん、結構もう盛り上がって気持ちよかったんですよ ね、うん、ね。でそれを飲んじゃったんだよね。そうですね、国際線もやっぱりワインも飲む方がいいじゃないですか。だからね、そうですね、はい、で気がついたらなんか周りに医者がいて。そうですね、こっちになんか酸素測る機械をつけられて、はい、であの時も酸素マスクもマスクもさせる、ね、一応全然問題なかったし、まあまあ、タービレンスもすごかったもんね、うん、もう飛行機の揺れがすごかったんですけど、うん、でそうやってパッて気がついたら周りに乗務員とかお医者さんに囲まれて大丈夫かって言われて、うん、その時に、はい、あの話を。いやコックピットからさ、いやちょっとその話を飛ばしたんじゃないですか、うん、飛行機の離陸する前の。あ、離陸。あ、じゃあそれお願いします。あ、はい、まずは皆さん分かると思うんだけども、飛行機離陸するためには、まあ、キャプテンもコーパイロも紹介すると思うんだけども、その時はキャプテンが、まあ、ガリーさんでピーターさんしか覚えてないんだけども、うん、でコーパイロットが、まあ、珍しいんだけども名前がケンジ・マツダっていう名前が聞いたんですよね、うんうんうん、でまあまあ皆さんは分かると思う、マツダって沖縄の名前じゃないですか、うんうん、でその時は自分はどうしてもこの人と会いたいと思って、うんうん、やっぱり日本人パイロットはアメリカ業者入ってる人が少ないんじゃないですか、うんうん、もう1割もないんですよね、うんうん、だどうしても自分は計画立ててて、じゃあ、うん、羽田空港着いたら一番下に降りてどれかこのキャプテンとコーパイと会いたいと言って思ったんですよね、うん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 、でワインの話なんですが、でワインを飲んだと、はい、まさかその時にね、酩酊状態で倒れると思ってなかったんだけど、まあ、ワイン飲んで気持ちよく乗って、はい、で乗務員が出てきたんだよね。そうですね、副操縦士のさ、その松田健二がさ、はい、実名出したけど名前で聞いたら完全日本人だよね。日本人でも見た目も日本人、はい、もう、うんね、でやっぱり出てきたんだよね。出てきて、でその時に「陽系」みたいな、はい、陽系で「アメオーケー」って言って、うん、ですぐバックみたいに「メンチくださいって言ったんですよね。はい、ただその時にさ、フェイスブックに書かなかったんだけど、はい、あんまり状態がひどいもんだから下手したらグアムにね、ダイバートってさ、はい、目的地を変更しなくちゃいけないのかなっていう判断までコックピットではなってて、だから直接パイロットが見に来てるわけ、大丈夫かって。そしたら単に飲みすぎだよね。でそれ大丈夫だよって言って、うん、あ、じゃあよかったってなった時に、はい、ニックは名刺ください。そうですね、で名刺もらったんだ、はい、で名刺もらって、でその名刺をね、この人が名刺もらったんだって自分がオフィスで、はい、もらってみたらさ、松田健二じゃんと思って、うん、さ、どうしたって、いやこれうちカデナの時の訓練生だよって、そうですね、話をしたら、とかって言って、本当にってか、このフライトの世界が縮まったなと思ったんですよ、ね、もうあの瞬間に自分さ、ちょっと待って、何この話って、うん、当然ニックからしたら松田健二が俺の知り友達っていうか訓練生で知らないわけじゃん、うん、
でこっちからしたらなんでこのタイミングで私が知ってるニックと宮下源氏が飛行機の機内で、はい、またさすがユナイテッド航空のパイロットが1万3500人がいるんですか。あ、そんなにいるか、うん、はい、結構いますよ。その世界中に散らばってるパイロットがいて、うん、そのサンフランシスコ羽田の線で乗ること自体も珍しいんだけど、うん、あそこでニックがワイン飲んでなかったら、はい、出てこないよ、うん、出てこない。でその時は、まあ、松田さんが聞いたんよ、うん、沖縄出身ですよねって、うん、はいって言って、うん、どこなのって長尾って言ったんですよ。あなたどこ行くので自分もびっくりしたら、自分は沖縄県戻りますよチャタンだよって、あそこびっくりした、お互いびっくりしたんで、あそうなのってすごいですよね。びっくりしたよね、はい、だから飯くださいって言ったんですよ。あ、分かりました。あ、はい、あ、だからもうオフィスでね、この名刺見ながら、うわこれすごい確率だよなって話をしてさ、でまたその玉さんもちなみにこのケンジさんがなんかいいメール来たんじゃないですか。そうそうそう、はい、あのケンジとはね本当に結構頻繁にやり取りしてたのね、はい、もう名護出身でしょ、お父さん、はい、だから将来は沖縄のお父さんの家に残って、はい、あの地元の琉球を組み入れた GT に入りたいんだから始まったわけ、はい、でだからどうやったら日本の免許取れるんだとか、アメリカの免許がどうやったらかけれるんだ、もうそんなこといっぱい聞かれてて、はい、で彼のハワイのベースだった時にも遊びに行って、うん、あのご飯食べてもらったんだけど、うん、しばらく連絡なかったのよ。あ、はい、で忙しいんだろうなと思った。ただ今年の正月か年末ぐらい、あ正月だな、全部ローマ字でね、うん、明けましておめでとうございます玉那覇さんって来たわけ。で、あそうだ、メール返事しなくちゃいけないと思ってる中でニックから名刺もなんだから、はい、もうこのタイミングで返事打っちゃえと思って、あ、うん、でもうせっかくだから一緒に写メ撮って、はい、それ添付してパッて送ったら、多分彼サンフランシスコでね、そうですね、すぐ返事来てさ、はい、I remember him。 よかった元気なってとかって言って、鳥肌立つ、そうよ、めっちゃ世界狭いなって、あの時のニックが何、タマの友達なのとか、いや友達どころがずっとカデナで、もしかしたらケンジがカデナに乗ってる時にニックいたよとかって言って、えマジでとかって言って、そしたらもうケンジが、いや今度さ正月じゃん、あの1月下旬にさまた沖縄戻るからちょっと時間作って会おうやとかって言って、その時もニックいるんか、いやニックはもうアメリカ帰るなとかって言って、じゃあまたどっかの機会で3名で集まろうぜって話をして、そうでしょうね、すごいよ、もうめっちゃもう奇跡だよね、奇跡で、またこのケンジさんも、まあ、その噂の787の10番を飛んでたんだけど、9かな、90、10番をファイトだったんですよ。そういやもう、ね、感動しますね、もう本当にね、この世界の狭さというか、はい、だからもう今も、ま、沖縄でしょ、ね、沖縄でしょ、沖縄ユナイテッドでしょ、だからこの世界でめちゃめちゃ狭いからさ、はい、やっぱり、ニックがやってるさアクティブな行動だよね、人と会ってパイロットと会って名刺交換して自分を売りとかって、そういうアクションがすごく大切なんだけど、それが全く構想してさ、うん、今回の出来事につながったのかなと思って、はい、それをフェイスブックで上げて今回ラジオでみんなに伝えたいなと思ってました、はいはいはい、じゃあ今度は次回来た時に、はい、もうプロになりましたっていう話を、はい、ぜひ期待してますので、はい、頑張ります。今日は忙しい日程の中どうもありがとうございました、はい、ありがとうございます。